井さんの下でホストになりたい人大募集。どんな人でも大丈夫です。必ず売れっ子にします、有名にします。興味ある方はツイッターやインスタの DM からご連絡お待ちしてます。どっこいさんだぜ。君はですね、今月中に、10万円上げてください。上げない場合は雇いません。なんで逆に やってないの。みんな電話触ってるじゃん。なんでずっと手組んでるの。彼女と何考えてたの。それぞれ量が少ないといけないなと思う。じゃあ今この時間もったいなくないやつを立ってるだけじゃん。でまた逃げるの。また今月10万円になってまた同じように。これで4店舗目のうちの店でもう31歳したら気づき変わって悔しくないの。周りの人はみんな給料30万とかもらって、お前その3分の1とかでしょ。たかが10万、それ売れないと絶対無理だよ。もうトラブルがあったって LINE 入ってたんですけど、はい、何があったんですか。まあ、これ実際僕も現場見てたわけじゃないんで、まあ、詳しい状況はなんか、まあ、お互い違いがあったりとかするんですけど、なんか県のテーブルでキングがヘルプで主役みたいな感じだったらしいんですよ。誕生日付変わって、でその後にあの代表と高一がヘルプに着いたらそれを邪魔しに来たっていうのでキングが怒鳴ったらしいんですよ、代表に。勘違いしたんだよ。勘違いっていうか、まあそもそも自分の指名のテーブルでもないんで、そう思うことがおかしいんですけど、それでキングが激怒してもうやめるわってなった感じですね。だって僕もその一部始終見てないですけども、ちょっと結構声荒げて、やっぱこんな狭い店内じゃないですか、結構この店内で本当に声が響き渡るぐらい大きい声荒げてみたいな。違う現場行ったんですよ、また。はい、なんで急いで電話もらってきてみたいな。で一旦お客様いたんで、営業中でもう11時半とかかな、結構一番お店がピークぐらいの時間帯だったんで、はい、一旦外に出して、で帰らすのもなと思って、なんか寮に荷物とかあるんで従業員の、はい、なんかそのままなんか従業員のものを取って逃げてトラブルになるのもあれだなと思ったんで、もともと寮を出る予定だったんですよ、しあさってには。キングが、はい、だったんで、もうじゃあこのタイミングで一緒に寮出るの俺が手伝うみたいな感じで手伝いながら30分ぐらいも頭を冷まさして、お前がこういうのがダメだってよっていうのを説明して、まあ、謝罪したみたいな感じになりますかね、昨日は。何がキングをなんかそういうトラブルたくさん起こさせるんですかね。まあ昨日は完全に勘違いですね。県の指名のテーブルを盛り上げることを考えてればそんなことになってなかったんですけど、そこでずっと自分が主役でいたいみたいなちょっと変な勘違いを彼がしてしまったんで、そこからそういうトラブルになってしまいましたね。それか一旦今日返してもいいですけど、どうしようお酒飲んでる。お前酒飲んでない今日。また今日飲んだ。でしょ？お飲むなら明日じゃんだって。飲んでいいのはじゃあ明日の誕生日の1日だけで日付変わっても今日飲むのって言ったじゃん。お前先輩の話くさいじゃないのそれ。今。まあ、今日酒飲んで冷静じゃないから、じゃあまた明日話そうか。じゃあ、うん、寮に返すんですか。いや、寮もそうっすね、ちょっと理由がね、ちょっとそうっすよね、さすがに、まあ心配っすね、さすがにこの状態では。鍵ある。鍵自分は鍵持ってます。回収して一回寮出る話だから、じゃあ俺寮の鍵寮出るの手伝うわ。基本的にお前嘘をつく、言ったことをしないのがあるじゃん、大前提。嘘をつく。お酒飲むのよ、分かりました、飲みません。お酒飲みました、寮きれいにしろよ、しますし、きれいにしません、ね、3日間で飲みを食いません、やりません。基本的に言ったことをやる、いつまでにやりますよ。だからそういう大体やっぱそういうの見ちゃうし、見てないから。鍵もらっていい？俺一緒に行ってやってあげるから。これ一緒にちゃんと荷物やってあげるから。今回の問題とか、まあ、やっぱやってもらって当たり前精神もいい。じゃあ逆にまず自分が何かしてあげようって、じゃあ寮入れてもらってるから逆に寮の通り掃除しようとか、自分がギブを受けようとしすぎなんだよ。怖くない？変なイランプライドが、なんかどうしても言い合いで勝ってやりたいみたいな、キングのさ、イランプライドがみんなを怒らせるんじゃない？これじゃん、これお前の憧れの熊に貼っとけ、お前憧れのこの意味があるんだろう。どういうつもりでこれ貼ったの？これこのために、うん、頑張る。でしょ、はい、まあそれに向けて動いてるかな。俺こんな寮の片付け手伝いたくないよ。お前の売れて引っ越しの、お前一人暮らしの家は手伝いたいけど、お前の寮の体育なんか手伝いたくないよ。
これ、はい、はい、はい、頼む、はい、はい、はい、それでなんか俺の邪魔をしてきてるんじゃないかなって思ったんですよね。それでちょっとムカついちゃったってことですね。ムカつくで分かる。でブリッジさんがついたら邪魔、お前マジ死ぬじゃないやん。まあまあまあ、でもそれが仕事の、邪魔になると思ったんだよね。だから何してんだって話でしょ、ケンカにした。そうね、なんでまあまあそのすごい仲良い増やしていただいてるってことは、その中でまあ仲悪い大内さんで、大内さんと仲良い代表が来て邪魔されたと思ったっていう感じですね。俺が言ってることと全く違う、同じだけど大丈夫。ああ、大丈夫です。で、簡易的に与えるそういうことでしょ。はい。でも代表もこいつもそのつもりはないから、キンがそう思ったので、はい、で、代表と口論になったわけですね。で、なんて言ったら邪魔しに来たんじゃないですか。代表だから多い、まあ、誰に対して、代表に対してお前邪魔してんじゃねえよ。邪魔してんだよ。簡単に言うとそんな感じだよね。でまず、まあ、そういうつもりではなくついてないじゃん、ヘルプを。お店の代表したお店の、あの、県と仲いい高一がそれを盛り上げようとしてたんですよ、テーブルに行っただけやから。それはお前も多分、か違う人だけど、そんなつもりでは確実に多分ないでしょ。あの、前が違うからされてるのがムカつくから一緒に行こうとか。そういうのは僕は感じたんで。多分それだと思う。違う、お前に多分考えすぎなくて。何をお前剣のためによ、我がの都合を出してるのか。何を我がのお前スイープのを出してるのか。で、こちら側の意見としてはもう雇用はできないです。これは代表から折れてきた意見だし、これは変えることもない。もう話すことがそれしかない。ある他に話してるかだけでも終わるんだけど、ちょっと一回すこと言ってちょっとまだよく、あれ大きい声で呼ぶから、それぞれで、ごめんね。うん、なんか人がやると電話するからって、まあ、僕としてはなんか和解してくれたら助かりますけど、でなんか、まあ、どうせあれならジュリーさんがああいう感じで強く言ってあいつをしっかり分からせて、まあ、めちゃめちゃこちらのあれと意見してる。僕的には立場は一番下ですけど、まあ、クビスさすがにその組織として成り立たないですよ、彼らにと。全員の前でやっと土下座するとかだったらいいですよ。すいませんでしたでもできないじゃないですか。実はもしないですか。だから土下座するのもいいですよ。謝罪ぐらいじゃないですか。行きます。そうですよ、ね、そうこちらね、こちらでね、はい、ユースケが取った行動はおかしいじゃん。いかなる時に対してもさ、そのユースケの勘違いが起こってしまったじゃん。クビにしたいとかユースケが嫌いとか言ってるわけじゃなくて、代表にさ怒鳴ったわけじゃん最初に。だからそれはちゃんと謝ってほしい。しっかりと代表に出せるって代表に間違ったって。生きてる他の人に対して声を荒げてやからない。はい、行きますか。はい、まずマイナスを作らないことから始める。まずお客さん用とかヘッドライトを考えずに、まず店のマイナスにならないようなことをまず。君はどっこいさんの方だったらクビです。そしてどっこいさんの目を見て、ありがとうございますって何を感謝してるの。内容
飲んでいいよ、じゃん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 飲んでいいよ、お酒じゃんじゃん、はい、誕生日おめでとう、俺が一番に言われた、おめでとう、そんなそんなこと可愛くった、いやどこだったら美味しいな、いやいやいや、ちょっと成長して今日は。お前頭下げるの嫌いしてる人に謝るの、はい、嫌いなのお前頑張ってましたじゃん、そうやって2週間前のお前だったらやらなかったじゃん、謝らなかったじゃん、もうこのまま やめますみたいな感じだったじゃん、成長してるのこう2週間で確実に、まあ、それはいいよ、常に勉強、俺も常に勉強してる、やっぱいろいろ上に行くために、上に行くために、まあその来年独立するに向けて上の人を見て、あ、彼のこういうところはいいけどこういうところはあんま真似しちゃいけないな、いろいろな人を見て勉強しながら、でもやっぱみんな共通して何が誰かというか、みんなお酒と時の感情に任せて考えなくなっちゃうな、みんなタップス沸点は上がってる瞬間に物事を全部決めたりとか、その瞬間にやっぱ手挙げちゃったりとか、だから今日逆に量行ってよかったよね、あの時間に目覚ませれたじゃん、あのまま話したらそのままもうやめて、また明日から途方に回したでしょ、逆にラッキーって思うんだよ、成長したし、そうですね、その失敗と捉えずに成長と捉えて、うん、今後頑張っていく、おー、いいじゃん、誕生日になって一番最初に祝い、はい、おはようございます、ありがとうございます、Is this truth or is it dead? あのキングをちょっとトップダンディに連れてこうと思って、まあ、トップダンディの売れてること話してみて、まあ、なんかちょっとでも刺激になればいいなと思って、あ、座りな、キング去年のナンバーワン、去年のナンバーワン、今のところのナンバーワン、今のところナンバーワン、あ、そうで、レート隣、あ、ありがとうございます、並ぶと違いますね、明らかに違うね明らかにやっぱりすげーみたいな、トップランディ本店店舗運営スタッフ大募集、内勤、ウェーター、マネージャー、広報、運営スタッフも稼げる時代です、興味ある方はどっこいさんのツイッター、インスタから DM をお待ちしてます、どっこいさんだぞ。